安全な場所でお過ごしくださいというふうにお伝えさせていただいたんですけども、皆さんしっかり早く帰って安全にお過ごしされましたか？あまり雪に降られたとか、風も東日本かなり強くてですね、帰りの際に風が強かったなんていう方も一緒にいらっしゃったかと思うんですけど、どうですか？皆さん大丈夫そうでしたか？家庭は安全ではなかった外よりも家庭内の方が危なかったですか？確かにそういう日もありますよね。なんかちょっと荒れちゃう日家庭内が危険いやでも外よりは絶対に家庭内の方安全なのでねお家にいらっしゃいましたかね？今日もお家にいらっしゃる方が多いですか？そういうことかな。皆さんお家から見てくださってるんですかね。土曜日ということでお家にもいらっしゃる方多いと思うんですけども、この後もですね、日本海側は雪が続きますし、今日は全国的にとっても寒いんですよね。まあとっても寒いですし、なんかたまにはね、こうお家でゆっくりね過ごすのもいいんじゃないかなと思います。お家も安全なはずですのでねお家でゆっくりお過ごしくださいということで、3時間皆さんと一緒に番組作っていけたらなと思います。よろしくお願いします。